しこ。あ、はいどうも。今日は面倒なんで2回目はしていないパテモソ協会でございます。というわけで本日はタラの芽の天ぷらとなめたけ納豆キムチ、はい、でございます。混ぜます。食べよう。よし。で今日はレモンサワーです。というわけで乾杯。うん、まいう。食べよっと。うん、ただうまい。ただつかめない。ニンニクはつかめなかった。うん。あ、またもや週末、水曜日。で、土曜日、水曜日なわけね。土曜日。これの公開日は日曜日ですけどね。まあ、昨晩の動画で結構あんま状況分かってなくて吠えた分もあったんですけど、うん、安倍さんの会見の動画をねこう見たんですよ、実は。あは、うん、1時間ぐらいあったでしょ。あれ全部見たんですよ。なかなか、なぜあれを1ヶ月前にやらなかったかね、あの会、ああいう関係、会見を。やっと、ね、国のトップらしい会見だったんじゃないかなと、うん、私は思いました。あそこに麻生も出てほしかったですけどね。じゃあさっきあの財政あの何やったっけ、30万円の給付の方が早いって言ってたのに、10万円の給付の方がさらに早くなりそうっていうのを安倍さんが知ったのが一昨日っていうね。どうやってんのこの国で、財務省どういうこと。あ、そう。なんで一国の党首が今まで給付給付って話してくれんのに、30万円が早いっていう話あったじゃないですか。10万円とみんな配ってる、手間がかかって遅いっていうのに、全員に配る10万円の早くできるという話になってきて、で前言ってたの嘘やったみたいな、 それを知ったの安倍さんも一昨日ですみたいな。安倍さんどんだけ知らされてないの。もしくは財務省が何そういうこと言わないのちゃんとみたいな、言わないのっていうか出したくねえんだろみたいな、そもそも。おととい前知りませんでしたもんね、言えちゃうもんね。おととい知りました。まあ、やな。これが今現状ですよ。安倍さんにそんなに主導権はないんですよ。かわいそうに。かわいそうにじゃあ、まあ、しゃあないけどね。まあ、もうコロナの話はね、よしとして。春の味覚、いいですね。皆さん、ゴールデンウィークはどうしますか？せっかくのゴールデンウィーク、
タイでも自粛どうしたもんでしょうね。思うやん、多分単純にね。今は普段仕事してる時間が、例えば家で自粛、外出自粛しているとなってっけど、おいゴールデンウィークやのに台無しやんけって思うでしょ。多分それ思うと思うんだよ。そういうバカ飛び出ちゃうかもしれない、可能性あるもんね。今年のゴールデンウィーク台無しにしたくない、2020春みたいな。やっぱそういうバカいると思うんですよ。でね、家でね、俺やったら2週間の間に外出たら1回だけですよ、買い出しに。これだしね、約2週間ね、外出たら1回、2回か、厳密に言うと2回かもしれんな、ちょろっと出たから2回ですよ。このね、引きこもりプロ、パテマソ。家でもやることが多いんで。アニマル、まあアクアね、アクアリウム。ゲーム。動画編集。オナニーねえ。2週間ぐらいはね、家でも楽しめんじゃねえのかなと思うんだよな。何しましょう、家の中で2週間。家庭のある方とかはね、2週間全員家にいたら結構ね、ストレスなんじゃないかなと思う。まあ、多分高熱にも爆上がりしてすると思うしね。各それぞれの部屋とかにおられたらね。2週間を家で過ごすのは1日で完結することをしてしまえば、次の日やることもなくなっちゃいますやん。私は多分ね、いいと思うのはね、そうですね、2週間、パズル絶対嫌だ。もう2週間パズルするの嫌や。パズルは嫌やな。2週間何しよう。家庭があって子供ともやれるもんで、奥さんとも喧嘩しなくて済むやつ。だから簡単には2週間ぐらいかかって達成できるもんがいいかもしれんね。ダイエット、ダッツアイ、うん、自宅で自粛してんのに、そこまで自粛すんの、食べ物自粛してダイエット嫌だ、うん、何がいいやろ。まあそれゲームとかやる人やったらいいと思うけど、そんな人ばっかりじゃないからね。一番それゲーム一番安上がりですよ。1万円ぐらいで1週間2週間遊べますから。今回があれもね、うん、今で集まれ動物無理やったっけ。あれも人気らしいしね、親子でやるってもいいんかもしれんけど、2週間か、多少の刺激もないと無理やもんな。模様替え、喧嘩なるか、嫁さんと旦那で喧嘩なるな、模様替えは。
いろいろ意見の違いで。何がいいんやろ。皆さんどうします？2週間家、それも夫婦で子供2人ぐらいの状況だとしたら、外出園の日、難しいね。家庭で大変やな。俺は別にやりたいこといっぱいあったらいいけど、そういうもので考えると、でそもそも家にあるもんでやらないしゃあないや。もしくはアマゾンとかで買えるもん。なんやろうな、子供が喜ぶ、かつてお正月みたいな感じ、朝からいろいろご飯置いといてダラダラみんな食いながらテレビ見たりゴロゴロする。2週間無理やわそれ。ん、いいかな、こう、うん、無視。週間、奥さんとかでちょっと手のかかる料理、ああ無理か、子供とか予定かかんない、そんなとか料理で手間とかかけてくんね、旦那が作ったらいいか。なんか旦那さんがちょっとね、本格でラーメンとか作ったらどう、で内麺からとかでネットとかで調べてさ、豚骨ラーメン、あ豚骨はこうとかなあかんけどね、そういうのもいいかもしれない。お父さんちょっとええとこ見せるっていう、この回、この機会で。よし、父ちゃんちょっと手塩をかけてこの2週間料理頑張ってみるわって。父ちゃん偉いみたいな、うん、こういうのもよくない。お父ちゃん株をあげる、奥さんの邪魔にならないように子供の面倒を見、奥さんも日頃の家事からちょっと解放される2週間、これいかがですか。なんかそこ目指してみん、嫁の朝鬱陶しくてうざいと思うかもしれへん、セックス歴レス歴何年かもしれへん、一回抱こう、ほんでで、もう奥さん嫌がられるかもしれないよ、うん、そうだよね、ここ一番健全やと思うんですよ。お父さん日頃いい日やから、例えばどっかできる出かけるとかなしで子供のご機嫌取るって結構お父さんの力量試されますよ、これ2週間、家の中のね好感度を上げるためにちょっと頑張ってみて、最後には奥さんが明日からあなたが仕事に行くなんて寂しいわ、パッと見たマスクが、あ、まあ、あの枕がイエスなって言う、抱こう2週間で奥さんを惚れ直させよう、これいいんじゃない、冷め切ってれば冷め切ってるほどちょっと面白いチャレンジですよ。ゲームと思ってやってるよ、これは。奥さんにそういう宣言するんじゃなくて、まず最初初めて言うことだ、ごめんな2週間家よって鬱陶しいやと思うけど
俺もそれなりに努力するからお互いちょっとうまくやっていこうって言うとこから始めたら奥様はっってなるよ。はっ俺もそれなりにやるからって言って、家のこと手伝うからって言って邪魔になるかもしれへんけどなごめんなっつって言えばはっってなるんちゃうかなと、思います。2週間ね、お父さん世の中、まあ、家庭向きに言ってますよ。この2週間ちょっとカバー上げて2週間後には奥さんにもう一回惚れ直してもらうっていう、もう惚れ直されてるのお前ら興味ねえわと思うんじゃなくって、これはもうゲームだと思って、嫁を再度惚れさせるゲームだと思ってね。それでもやってみたら意外にチンチン立つかもしれんぞ、はい、まあ、というわけでね、今回までこの辺で終わりたいと思います。明日の晩酌動画はおそらくございません。ちょっと後しました用事ありますんで、はい、まあ、というわけでパテマス協会でございました。まあ食べちゃったんでね、はい、皆様良き晩酌を行うともお続けくださいませ。